皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、THC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日は、自分のチャンネルじゃできないほどえぐい怖い話、うん、はい、村上ロックさん編という。はい、はい、ロックさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ロックさんがね、いつもお電話で取材をしてきてもらったんですけど、うん、ロックさんのチャンネルにのっとってビデオを送りつけるっていう、うん、はいはいはい、形でやってもらいました。よかったです。はい、うん、僕がチャンネル編集者なんですよ。知ってますよ。うんうん、前生配信してましたよね。はい、生配信じゃないから、ね、普通の収録です。そうですね、そうですね。うん、なんで僕があれ編集しましたしっていう、うん。なんかあれですね、自分で言うのもなんかあれですね。うん、いいですよ、全然。すみません、気が利かず。いや、すみません。顔。バッサリ行くかな、ここ。あれ、なんかあれですよね、確かともくんが。練習してるんですよね。そうだったんすか。使わんといかんくなるから。そうなんで、皆さんよかったらね、見てください。はい。ちょっとね、今回のお話、最初のお話なんですけど、うん、奇形という言葉が出てくるんですけど、うん、その、まあ、奇形って差別用語かなと思って、調べたんですよ。うん、まあ、放送にも載せれなくなっちゃうし、うん、っていう。のでしたらね、医学用語なんですけど、うんうんうん、一応今言い換えを検討している最中で、いろんな論文が出てたりとかはしてる最中っていうことで、うんうん、まあこのお話の中では奇形っていう言葉を使いますけど、うん、僕らは多分考察の中では一応そのね、言い換えが先天異常とか、うんうん、形成異常とか、はい、そういう言葉に置き換えた方がいいんじゃないかっていうことで、うん、そっちでちょっと進めさせていただきます。はい。で、まあこの話ですけど、うん、一応都市伝説という、うん、ことで聞いてください。うんうん、はい。わかりました。はい。じゃあどうぞ。怪談師の村上ロックと申します。で、今回はえぐい怖い話ということで、僕ね、普段、まあ、幽霊が出てくるこの怪談話というのをしてるんですけれども、今回はちょっとこう趣旨が違う、まあ、幽霊は出てこないんですけれども、まあえぐいと言いますかね、ちょっとまずいお話っていうのをしてみようかなと思います。で、これ、もう今から十数年前のことなんですね。その当時僕、札幌で生活をしてまして、その当時、友達が経営するスープカレー屋で、この従業員としてアルバイトをしてたんです。で、この店によく来られる40代の男性のね、ご常連様がいまして、で、この方、まあ、東京と札幌を行ったり来たりしてるんですよ。一月の間に。で、たまにね、この札幌来ますと、まだこう土地勘なんかないもんですからね、休みの日を利用して、このレンタカー借りて、まあ、いろんなところこう回ってるっていうんですよ。そんなある日、このご常連の男性がね、いつものように店に来まして、とね、いつもとちょっと様子が違うんです。いやー、ロック、俺さ、この前ドライブしたんだけど、すげえこと知っちゃったって言うんですね。聞いてみましたら、この男性、その日もレンタカーを借りて、札幌からね、出発して、隣町、小樽の方面にずーっと住んでた。と、まあ、さらに、ちょっと場所ね、詳しく言えないんですけど、小樽よりも、さらにこの奥の方といいますか、まあ、とある港町に、たどり着きまして、もうさらにね、ちょっともうちょっと散策したいなと思って、この街の外れにある、とあるトンネルに向かったそうなんです。と古いトンネルだったそうで、もう人気はね、ほとんどないんですけれども、唯一このトンネルにいた人たちっていうのが、まあ地元の暴走族少年というんですかね、
改造したバイクにまたがった、まあ、10代の少年たちが数人いた。で、この男性もね、気さくな人なんで、おーっと声かけて、あっという間に仲良くなったって言うんです。で、お互いにね、こういろんな話してるうちに、日が暮れかかってきまして。と、このトンネル出てすぐのところなんですけど、まあ、沢がありましてね。で、その対岸というんですか、向こう岸に、本当に小さく、街の明かりが見えたって言うんです。で、この男性ね、何の気もなしにこの少年たちに、まあ、向こうに街の明かりが見えるけど、あれ、なんて街なの？って聞いた途端、もう今までね、ニコニコしておしゃべりしてたこの少年たち、一様に表情がふっと曇る。で、みんな押し黙って下をつむくんです。と、一人の少年が、知らねえ。俺たち何も知らねえ。って言うんです。で、その態度がなんだか妙だなぁと思ったんですけど、まあ深くね、聞く気にもならなかったんで、この男性も、ああ、そうなんだ。って言ってそのまま車に乗り込んで、じゃあ、って言って別れたんです。その晩この男性、まあその近場にあったとある旅館に泊まったそうでして。で、そこの旅館の仲居さんがね、部屋にこう、負担なんか敷きに来た時に、ふと、あ、そうだ。で、仲居さん、いや僕ね、さっきトンネル通ったんだけどさ、そしたらトンネルの外に沢があってね、で、その向こう岸に街の明かりが見えたんだけど、あれ、なんて街なの？って何気なく聞いた途端、この中井さんもふっと表情が曇るんです。で、お客さん、これね、一応国家機密ってことになってるから、本当は私たちも言っちゃいけないんだけどね。実は、お客さんが見た対岸の沢の向こうのね、小さな町明かり、あれ、重度の奇形の人たちを集めた、隔離した村なんだ。どういうこと？って聞きましたら、日本全国から集められた重度の奇形の方たち、その方が、あるこの、まあ、集落というんですかね、フェンスで覆われた敷地の中で生活をしてるって言うんです。まあ、症状も様々で、もうずっと寝たきりの方もいれば、多少こう、歩き回ることができる方もいる。で、そんな方たちのために敷地内に売店ですとかね、ちょっとしたお店なんかもある。まあ、本当に、小さな町を形成してるって言ってた。まあそんなこと聞いたね、この男性もにわかに信じることなんてできない。でも何なんだろう、その町。と思いながら、まあ翌日になりまして。で、この男性、帰ろうと思ってね、昨日通った例のトンネル通りがかったら、昨日の少年たち、またいるんです。で、車の窓ウィーンと開けて、おう、いや昨日さ、泊まった旅館の中井さんに聞いたんだけど、あの町ってそういう町なんだろって言ったら、やっぱりね、昨日と同じように気まずそうにこう押し黙ってた少年の一人が、ああそうだよ、あそこそういう町だよ、俺の母ちゃんも実はあの町にいるんだ、俺の母ちゃん目が3つあるんだよなって言ったそうなんです。まあ、そんな話をね、この体験した男性が僕の勤めてるスープカレー屋さんに来まして、いやーすごい話聞いちゃってさって言うんですけど、正直ね、僕も北海道で生まれ育った身としてそんな話聞いたことはないんです。だ、正直ね、これどこまで本当なのかなと思ってたんですが、まあ、その後僕上京しまして、もう今からね、ちょうど10年ほど前のことなんですが、僕、一月だけ都内のあるバーに勤めたことがあるんです。と、ある日その店にやってきた初老の男性。で、この方も入ってきた時からね、結構酔った状態だったんですけど、まあ、非常にこう上機嫌で、カウンターでね、お酒飲みながらもういろんなことをおしゃべりする。そのうちこの男性が、そうだ、俺さ、
もう退職しちゃって、守秘義務ないから言っちゃうんだけどさ、俺実は長年、某大手化粧品会社に勤めてたんだ。でな、これ今でも発売してるんだけどさ、その化粧品会社で販売してるシャンプー、それ使うとさ、女性なんかはな、生まれてくる子供、奇形児がものすごく増えるんだよ。でな、これ国も知ってんだけど一切公表しないんだよ。で、生まれてきたその奇形児、全部北海道のある町に送ってんだよ。それ聞いた時に、僕十数年前、あのスープカレー屋の常連客から聞いた情報と一致したんです。ただね、これあまりその場所なんか僕詳しくは言えないんですけれども、正直長年気にはなってるんです。ただこれ本当に深掘りしてはいけない事実なんじゃないか。まあそんな気がして未だにあまりね、公の場で話したことはないんです。という、まあちょっとまずそうな匂いがする、北海道の奇形村についてのお話でした。ありがとうございます。はい、ということで、聞いてもらいました。にわかにはちょっと信じがたい、ね、まあそういうとこからもまあまあ都市伝説としてっていうのがね、まあそうだよなって思いますけどね。まず一番初めに思ったのが、はい、集める理由っていうか、それが俺ちょっとよく分かんないなと思ったんですね。僕もこれ思ったんですよ。で僕最近っていうかこう呪術廻戦見てるじゃないですか、はいはい、で呪術廻戦の両面少なって、それこそなんていうんですか、その、形勢以上の状態のものを、その神としてみたいな、神としてみたいな形だったじゃないですか、だからそういうことが行われてんじゃないかっていうのになっちゃいましたね、呪術廻戦を見てるせいで。あ、なるほどね。でそのお話の中に出てくる少年のお母さんもそこにいて、目が3つあるみたいな、ちょっと幽遊白書の比叡じゃないですけど、邪眼の力をなめるなよみたいな、そういうキャラクターたちいるじゃないですか、なんかそういうのにをなんか作るみたいなことをやってんじゃないかっていう考えにちょっと至りましたけどね。そのアニメを見すぎて。なんか俺はなんかサバン症候群とかの研究とかもしてるのかな。ほう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 。なんかサバン症候群わかります？あ、数字にやたら強いやつとか、なんかその一個そのあ突出して天才的なものがあるみたいな。ピアノが急にピアノがどう上手くなるとか、とか絵をなんか描かずにはいられないみたいな。みたいな、そういうすっごい芸術家になったりとか、芸能人で言うと。松村さんとかがモノマネの、がそうって言いますよね。そうなんだ。もう部屋とかめちゃくちゃだらしなくてめっちゃ汚いんですって。ほうほう。だけど、モノマネは天才的みたいな。あのジミー大西さんとかね。もうサバン症候群じゃないかって言われてますけどね。でも思ったんですよ。そういうまあその1000点以上とか。形勢以上の子たちを集めてるっていうことは親元から話すってことじゃないですか。そんなことないかなって思っちゃう。そうなんだよね。うん、もしそうやってさ、付き添いのというか、一緒にいない、誰かが一緒にいないと生活できないみたいな状況なのであれば、それこそ分散させて、しっかりとした体制の下で、育ててった方が、本人も幸せだろうし、なんか集めちゃうとさ、なんか手が回らんくなっちゃってさみたいなさ、なんかそんな心配をしちゃってさ、僕ちょっと仕事柄そういう施設のところのパソコンとかシステムとかちょっと組んだりとかしてるんですけど、職員やっぱ常に足りてないですからね。ね、そうだよね。集めたらもっと大変なことになっちゃうんじゃないかなと思ってさ、まあもう本当現実的に都市伝説として聞いてくださいねって言ってるんですけど、本当現実的に考えると、
なかなか難しいものが、うん、かなってね。僕はなんか逆にそのなんていうんですか、その見た目がちょっと違うっていうことをだけで、そのなんていうんですか、学力が足りてないとかではなくて、普通の人として生きてるんだけど、その見た目のせいでこの世の中を暮らし過ごしにくいから、そういう人たちが自分たちだけで暮らす村みたいな風にちょっと捉えてたんですけど、そうかそうかそうか、そういうことか。で閉じ込めてるってよりかは周りを入れないようにするというか、なるほどね。それだったらその隠す国家機密にする必要はないっていうか、なんかあれじゃないですか、見た怖いもの見たさみたいなやつらが集まってくるみたいな、ちょろちょろ見に来るとか、あそういうことか、そういうのを防ぐため、公にする必要はないみたいなね、で僕思ったのが、その少年のうちの一人のお母さんがそこにいるっていうのに、その近くでいつもたむろして楽しそうっていうのがなんかこう、ちょっと腑に落ちないというか、だからみんな知ってて、まあ、会えないことはない、その肉親だったりとかは、そういう人らはそこにちょろっと来て会ってたりするというか、なるほどね、できる、会える人は、そのためにここに来てる、ところで、あそこ何って言われた時、うわ何て言えばいいんだろうみたいな、うつむき、そうだよね。だってこの人もね、最初は知らんかったもんね、そこに何があるっていうのも、旅行に来てんだもんね、だけどその地元の少年たちがわざわざそこでたむろする意味がちょっとあんま腑に落ちなかったけど、そう考えると、まあ、その人たちが普通にそこで暮らしてて、関係者はそこで会えるっていうので、ついでにここでたむろしてたぐらいだったら、なんかまあ無理やりだけど落とし込めるかなとはちょっと思ったんですよね。だって本当にそれが嫌だったら来ないと思うし、あそれが見えるところに、でもなんかロックさんの話口調みたいなのから察すると、なんかちょっと切なそうな、何があるか知らないみたいな、でなんかすごい切なそうな感じに私は捉えたから、なんか会いたくてもなんか会えないみたいな感じなのかなって思ったんだよね。まあかよそ者には観光例っていうか、あよそ者には教えたくないみたいな、ね、まあどっちにしろなんかちょっとやっぱり暗いというか、まあ、知られたくないというか、なんかその暗い方にあんま、まあ、その話口調とかは無視してように捉えれなかったんですよ。なんか、そのいやそこまで国家機密がどうこうだっていう話を、中井さんがそんなペラッと喋んないし、それも思った、で1日そんなことがあって、また2日目も同じところにその少年たちがおって、であの話聞いたよって言って、そう実はうちの母ちゃんいいんだよって、あの口調でならないかなっていう、まあそうだね、それを話してくれるっていうことを考えると、なんかその土地の人たちはみんな受け入れてる状態で、悪いものとして見てないっていう前提がないとここまで話膨らまないんじゃないかなっていう、パターンで言ったら自分で気になって見に行って、そういう形成以上の方がいっぱいいたみたいなのを見て話してるだったら、そのなんか怖い話として話す感覚はなんかわかるかなとは思うんですけど、まあ、もしかしたらお近くの方は知ってますよっていうのが北海道の、いるかもしれないですよね。ああそうだね、ああはいはいあそこねっていうぐらいの感覚かもしれないですし、まるっきり都市伝説かもしれないですし、そうだよね、そうか、人目をはばかって、人目をはばかってそこでみんなで集まって生活をしている場所、押し込められたわけじゃないとじゃなく、自分たちの文化をそこで築いてるというか、それこそそういう施設で閉じ込めてるってなったら人手がやっぱ足りないとかっていう問題も出てくるだろうし、なんかそんな近くで旅館やってて、まあ沢の向こうで村の明かりが見えるところにわざわざ作んないんじゃないかなっていう、もっと閉ざされたところっていうか、そうだね、を選んだりするのかなっていう、そうだ、感じはちょっとしましたね。そうか、なんかすごい怖いものっていう感じじゃなかったっす、印象的には、まあ、そのロックさんの話口調はもちろん怖いですし、あれですけど、内容的にはなんかそういう感じなのかなみたいな捉え方でしたね。これは実はなんですけど、
あのスリラーナイトっていうところでロックさん働いてるんですけど、はい、まあ、そこって1時間に1回お話、怖いお話を聞きながらお酒を飲めるっていうところなんですけど、うん、ちゃんとショーとして聞けるんですけど、それの、まあ、舞台があって、はい、そこで怪談師の方、まあ、ロックさんも含め喋るんですけど、うん、それじゃなくて、うん、宅月怪談って言って、はい、もう照明落としてろうそくだけで喋ってくれることがあるんですよ、うん、ソファーに座って別料金？あ、いや、お客さんが少ないとやってくれるっていう感じですか、ね、常連さんとかスペシャルだね、うん、はい、一切その店の演出がなく、うん、もう照明ザーって落としてろうそくだけっていう感じなんですけど、うん、ここで僕この話を一回してくれましたね、その宅月怪談っていうので、なるほどね、だから本当に多分あのお店では公害禁止というか、うん、お店でしかやってない、あ、うん、クローズドなところでしかやってないお話だったので、うわ、この話持ってきてくれたかっていうのでちょっと違うところで感動しちゃった、あ、なるほどね、うん、そしてやっぱ喋り方うまいなっていう、うん、めちゃくちゃうまいだなって、ためがいいんだよね、ね、うん、なんかまあこれは都市伝説として聞いてくださいっていうことですけども、うん、まあ、実際にあったとしたら、うんうん、どうなんですかね、まあ、その村の人たち町の人たちはそういうところがあるっていうのを受け入れて暮らしてるのか、うん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 、それがあるのが嫌だみたいな感覚なのか、怖いものっていうふうに捉えてるのか、あ、そういうことね、うん、でも、まあ、ロックさんの話口調的には、うん、まあ、ちょっと嫌そうな、うん、そうだね、うん、悲しい雰囲気ではあったっすけど、あったあったあった、まあ、でも行っちゃうところからするとそんなになんか絶対的に嫌だと思ってないとは思うんだよね、そうなんですよね、だし、まあ、ケスケが言ったようにそこまで隠すものでもないっていうぐらいの感覚なのかもしれないですね、だって国家機密をそんな中井さんが、そう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 っていうところが、ね、一元さんにそんな話するのかねっていうところ、それこそまあ言ったら本当あれですけど、あのフリーメイソンの秘密とかがコンビニで500円で売られてる時代じゃないですか、それ秘密を500円でコンビニで売ってるんですよっていうぐらいの話というか、うんうん、実際にはそんなちゃんとした村の名前もあって、うん、まあ程よく周囲と溶け込んでる、うんうんうん、実は全然そんな暗いところじゃなくて明るいところだよみたいな話もあるかもしれませんし、うんうん、実際に言ったら、まあ、なんかこのやっぱ自分のチャンネルではできない話っていうことでちょっとこう怖いものっていう風に捉えがちですけど、うん、実はその怖いだけじゃなくてそういうその人たちが幸せに暮らす場所を作ってるみたいな、うんうんうん、そうだね、そういう捉え方できるね、うん、まあ、こういう比べ方はあれですけど、うん、ある種ちょっと樹海にの都市伝説 の、うん、その自殺村みたいな、うん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 、まあ言ったらそういう人たちが集まって、うん、そういう人たちだけで過ごしてる村とかも、はいはいはい、噂もあるじゃないですか、はい、なんかそういうのの派生系というか、はい、な感じも、ね、の都市伝説的な感じもするなって思いましたね、うんうんうん、そうだね、うん、だからまあ日本にはそういう、まあ、これはその1000点以上とかの人たちが集まるところでしたけど、うんうんうん、他にも例えば、うん、どうですか、血液型 B 型だけの村とか、あ、うん、何かしらのくくりで集まってる、うん、かとかもあるのかもしんないなって、うん、なるほどね、うん、その人たちだけで、うん、それこそまあ規模を大きく言ったらアメリカとかで、うんうん、例えばリプテリアンの、うん、集まってるとか、うん、ありそうじゃないですか、あ、俺聞いたことあるのはね、うん、スポーツの能力がめっちゃ高い人たちが集まってる村があるっていう、選手村、選手村なんかすごい今そんなんあるんだって思ってすごく損したっすピュアな自分にすごく損したっすうわめっちゃいい話じゃんと思ったケースがこらえられず行っちゃったもんねもうちょっとためようかと思ったいや俺が待って、うん、木村さんにそれ言われた時の返しないなと思ったんで食い気味に言われちゃったもんな
めちゃくちゃ楽しみっていうか今心を踊ったのに、そんなとこあるんすかみたいな、うんうん、ってなったのにありそうじゃないですか、うん、ありそう、うん、東京にね、うん、あるんですけどね、それサブちゃんのあの都市伝説聞いたことない程度で聞くやつ俺普通のこと都市伝説みたいに聞く回やりましょう、面白いめっちゃおもろい、あそれいいね、それ面白いやろうそれ、やりましょう、うん、やりたい、いい企画が生まれました、はい、ロックさんのおかげで、ロックさんのおかげでありがとうございます、うん、はい、途中でというかなんかこのなんか実話みたいな話で、うんうん、なんか会社辞めた人が、うん、なんか話してくれた話で、うん、シャンプーが製薬会社がみたいな話がありましたね、あったじゃないですか、そういう人をなんかそこにあの集めてるんじゃないかみたいな話があったんですけど、これね俺結構調べたことあるんです実は、おその美容院が、まあ、ケイスケ美容師さんじゃないですか、うん、ケイスケのいる前でちょっとあれですけどある美容院でそういうとシャンプーの市販されてるシャンプーの成分にすごく良くないものが混ざってて、そういう成分が女性の場合は全部こう子宮にそれが溜まっちゃって、うんうん、赤ちゃんが生まれてくる羊水からシャンプーの匂いがするみたいな、うんうん、でなんかあのその赤ちゃんも健康な状態じゃないみたいな、そういう話があるから市販のシャンプーは使わない方がいいよ、うちのサロンで売ってるシャンプー使えばそういうこと絶対ないからみたいな、うんうん、そういう売り方をする美容院があったんですよ、うん、ほうほう、でこれどうなんだろうと思って、うん、本当なのかなって思ってちょっと調べたんですよね、うん、でその時は例えば皮膚って人間の体に変なものを入れないためにあるじゃないですか、はい、で頭皮頭も皮膚ってあるじゃないですか、はい、だから悪いものなんて入んないんじゃないのかなっていう考えもあったじゃん、ね、うんうんうん、人間の作りとして、うん、でそれとは別で禁煙したい人が使うニコチンパッチってあるじゃないですか、はいはいはい、なんか腕に貼ってね、にパッチを貼って、うん、そうするとその貼ったパッチから体の中にニコチンが吸収されて、うん、でタバコを吸いたいっていう気持ちを抑える、うんうん、っていうのがもうあの保険が効く治療として、うん、それが行われてるってことは、うん、皮膚にそのパッチを貼れば皮膚からそれが吸収されるっていうことだと思うじゃんね、うん、それがなんかさ相反してるというか、うんうんうん、そんな皮膚から入んないんじゃないのっていうのと皮膚に吸収されるじゃんっていうのがあって、これどっちが正しいのか、まあまあまあどっちが正しいのかなっていうのを思っていろいろ調べてたら、うんうん、確かに皮膚からその薬剤が吸収するってことはあると、でも長時間それを貼ってないと吸収されないと、でシャンプーなんて別に何30分も1時間もやってるもんじゃないじゃないですか、うん、だからそれぐらいじゃあ何か吸収されるっていうことはないぞっていう記事に出会ったんですよ、うんうん、あまあ確かにそれは納得だなと、うんうん、あじゃあそのなんか変なものが吸収されるからっていうのはあの嘘だなって思ったんですよ、うん、でもう一個人間の体の作りとして、うん、その悪いものが例えば吸収されたとして、うん、その女性の子宮そこに溜まるって、うん、子宮なんてさこう人類を未来につなぐための一番大事な人体の部分、うんうんうん、そこになんでそんなあえて悪いものを溜め込む必要があるのかと、これもちょっと怪しい話だぞと、うん、そのなんか商品を売りたい、なんか恐怖心を植え付けて商品を売らせるみたいな、うん、なんかそういう感じなんじゃないかなって、うんうん、まあ結果ね、結果調べた結果、うん、そう思ったんですよ。これは美容師の見解としては、はい、どういう感じなんですか。売り方下手くそな美容師です。いやでも僕実際、まあ、売り上げのためにそういうことをやる人はいると思うんですけど、うん、まあ嘘話つけつつも、うん、脅してだからこっちの方がいいよっていう冗談っぽく関係性があった上で言ってるのはおもろいかなと思うんですけど、そうじゃなくて多分結構いろんな美容師さんそうだと思うんですけど、うん、市販の美容、シャンプーとかでも別に悪くないんですよ、うん、ただ自分の頭皮の質だったり髪質に合った成分なのかどうかっていう、うん、あとそれをその使い方できてるかみたいなことが大事なわけで、うん、
でもその自分に合ったものが分かんないわけじゃないですか、うん、でも美容院だったらいろんなシャンプーがあって、うんうん、合ったものを診断してこれ使った方がいいですよっていうのができる。なるほど、うん、で、まあ、仲いい美容師さんと普通に話してるんだったら、うん、見てもらって、あ、木村さんこれだったらこっちの方がいいですよみたいな、脂っこいもんで脂がよく落ちるやつがいいですよとか、うん、がいいよとか、髪が細いもんでちょっと繊細なやつがいいよとか、そう、うん、っていう風になってくん で、うん、でそれが、さらに細かくこういろいろ分類されてていろいろあるのが美容院で、うん、その美容院でしか売ってないシャンプーだったりとかっていうものの差なんで、なだから普通に上手い人はそれでこっちが合ってるからこれ買った方がいいよっつって、うん、でもこれはそれのいいやつだけど、うん、別に薬局とかで売ってる市販のこれでもいけるよっていう風にした方が、やっぱその毎月美容室に来て容姿を整えてる人たちはその安物より多分いいものを使いたいはずなんで、うんうん、あ、じゃあこれ買ってくってなると思うんですよね。なるほどね、うん、なんか他社のマイナスイメージを言って、うん、自分とこを売りつけるやり方はあんまりね、うんうんうん、なんか聞いとってもあんまうわーってなっちゃう俺は。まあまあそうね、うん、だって木村さんがさ、あそこのラーメンまずいけどうちの美味しいよって言っとったら嫌だよ。うん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 、なるほど、うん、まあそうだね、まあ、そんなん絶対言わんじゃないですか。うんうん、うん、そうだから、 その言い回しの違いだけですかね。うん、でどうしても売り上げ上げたいし、うん、俺は成績1になるんだっていう人が頑張って頑張ってやった結果、うん、1個これも使ってみようかな、実はね、うん、こんな話があってねっていうのを試されただけかもしれないです。でもなんかそれって都市伝説的に流行りましたもんね。そのなんかあったよね、あったあった、うん、市販のシャンプー使うとハゲるとかね、うん、ありましたよね。だからあれじゃない、あのホットペッパーとかでもう一元さんとかには去っていってもうその場で売りつけるんじゃない、あみたいな人もいるかもしれないですね。そう、うん、関係性ができちゃうとさ、うんうんうん、実際その人が結婚して子供を産んだらさ、別にシャンプーのようにせんかったよって、うんうん、身をもって言われちゃったらさ、うん、あごめんって言うしかないみたいなさでも実際、シャンプーって匂い強いじゃないですか、うん、だから、まあ、頭洗うじゃないですか、うん、流した時、うん、絶対体につくんですよ。あそかそか、でその匂いがしないわけないんですよ、うん、風呂出た後とかに、うんうんうん、だから匂いは絶対つくんですよ、うん、それを、うん、溜まってるからそのせいでっていう言い回しにして、うん、騙してるのはうまいなと思いますよね。あなるほどね、うん、つかないわけがないですからその匂い、まあ、でも用水からその匂いがするっていう話なんだよ。だって用水嗅ぎます、用水嗅げます、嗅がないかなそれが漏れてここで匂うっていう、うん、なるほどね、多分いいことだと思うんですよ。ああでも そういう言う言い訳っていうかそれはできるかもしれない、うんうんうん、なんかどういう風にこの都市伝説が生まれたんですかね、ちょっと気になるところですよね、うん、まあ、だからそういう美容師初なんじゃないのかね。うん、まあ、だとしたら考えた人すげえなと思う。まあまあまあ確かにね、うん、あとそのロックさんの話で言うと、うん、その男性、仕事をもう退職した男性が突然そんな話するかねと思って、自分が、うんそうあんまり得ないんじゃないかなと思って、うん、そのああ、うん、だって、まあ、まあこれもまた木村さんの例ですけど、うん、木村さんがディズニー辞めて、うん、そこの悪いとこを言っとるようなもんですから、ね、あまあそうそうね、うん、そうね、うん、中をバラしとるようなもんですから、うん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 、あんまり、あんまり得メリットがないというか、うんうん、まあ確かにねっていう、まあそのロックさんとの関係性で教えてくれたのかもしれないですけど。まあまあまあそうね、うん、そうね、誰にも言わないでくださいね、うん、みたいな、そうか、まあでもなんかそこの関連性があるっていうのがこの話全体的にすごいいいなとは思ったけど ね、うん、その人たちを収容するじゃないですか、隠蔽するために隠してじゃないかみたいな話だったもんね。うん、だったらもっと公になってるかなって思うんですよ ね、まあ、ね、その事件というか、うん、うん、そうだね、うん、だってその働いてた人ですら隠さないといけないことを言ってるわけですから、うん、もしそれが被害に遭ってる人がいるなら、うん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 、あのせいだと思うっていう人が、ね、今だったら SNS で爆拡散させる、うんうん、されるからね。いや豊橋でさ、あのちょっと前に事件があってさ、ほう、まあ、事件っていうか事件にはなってないんだけど、うん、あと赤ちゃんを あと産む現場に酒に酔ったお医者さんが来て、なんかもう赤い顔で酒臭い状態で、その状態で出産に立ち会ってというか、立ち会ってというか、その先生が出産を手伝ってみたいなさ、でその子は
結果的に集中治療室みたいなとこに行かないといけない状態になってるんだけど、うん、ま、それの因果関係は分かんない、その、うん、お医者さんが酔っ払ってたからそうなっちゃったのかどうかはちょっと分かんないんだけど、うん、その旦那さんがやっぱやりきれないじゃんそれって、うん、でなんかあのいろいろ調べてみたけど、飲酒の状態で患者を見たら、法律違反だとか医師免許取り上げだっていう決まりはないんだって、うんうん、だからすごくこうなんかモヤモヤしとってツイッターとかであの旦那さんの、ね、アカウントがあってさ、うん、そこでいろいろ他にもその病院はそういう事例がどうやらあるようだみたいな、だからそういう経験がある人は DM くださいみたいなさ、うんうん、なんかそういうことをねあの つぶやいててさ、うん、なんかねちょっとねやりきれない話というか、うん、まあ、またその豊橋の話だったからさ、うん、なんか怖いなというか、うんうん、っていうのがね、なんか難しいですよね、その例えば休日だったとして、うん、でまあ飲んじゃって、うん、でもいかんといかんくなっちゃったっていう、うんうん、まあ、そうそうそう、でもそれもなんかね、まあ、知ってた、その日に生まれそうだっていうのは分かってたから、まあ、まあ本来飲むべきじゃないんじゃないかみたいな話だったんだけどね、うんうん、俺はもうそれが怖くて、うん、お酒飲まなくなりましたからね、お、そのなんか別になんかその先生、先生ですか、木村さん、はい、先生じゃないですこんだけの付き合いあっていやなんかあの飲食店結構遅くまでやってる飲食店とかから急に、はい、うん、今日打ち合わせできるとか、おうおう、終わってから2時とかっすよ、あるから車乗らないといけないじゃないですか、豊橋なんて、はいはいはい、まあ、そうなるといけんなと思って、うん、でも来た仕事は取りたいじゃないですかこっちは、まあ、なるほどね、だから自営業になった時にそうやって普通に飲むのはやめましたね、もう今日はどんな仕事があっても休もうっていう時、正月だね、が正月なんで正月しか飲まないっていう、やっぱそういう世にはそんなに知れ渡らなかった事件、うん、豊橋で起きた事件ですら、うん、ツイッターとかでは拡散されてっていう世の中なんで、この都市伝説じみたお話が、うんうん、拡散されないわけないと、うん、思ったな、ね、そうですね、そこは思ったですね、まあ、じゃああれですね、あ、これ本当にありますよみたいな、普通の村ですよとか、うんうん、町ですよとか知ってる方がいたらね、うん、まあ、コメント欄には書きにくかったらあのガラジのホームページから見てもらってもいいですし、うん、その村自体は実際にありそうですけど、なんかその、うん、なんていうんですか、そのシャンプーのこととか、うん、はなく、うん、ある村に、例えば自分の、そのさっきの症例の話みたいなのは、うん、っていう人が実際にいたりはするところはあるかもしれないんですけど、うんうん、それをわざわざ全国のそういう人を閉じ込めてる施設だっていうのは、うん、それをさらに持って作られたものなんじゃないかなっていう、そんな感じかなっていうね、うん、気はするね、まあ、だとしたら、うん、ロックさんのお話、他の話でもそうなんですけど、うん、まあ、こういう村があります、うん、とシャンプーのこういう話があります、うん、っていうのを結びつける、うん、その技がうまいっていう、それを思った、うん、ね、うん、そうそうそう、その構成力というか、そう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 、やっぱさすがだなっていうのを思いますね。はい、はい、という1話目、うん、じゃあ2話目、はい、はい、いきましょう、行きましょう、どうぞ。まあ、ちょっとこのきな臭いお話なんですが、これ2年前の年末のことなんです。で、その日、スリラーナイトの仕事を終えまして、朝6時ぐらいだったと思うんですが、僕、スタッフの女性と駅に向かって、歩いてたんです。と、10メートルほど先の雑居ビルから、ガーン、ガーン、ガーンと、大きな音が聞こえる。と途端にこのビルから男性二人がダダダダッと駆け下りてきて、路上に停めてある乗用車に飛び乗りまして、そのままギュルルルッと急発進してくる。と次の瞬間、僕の背後から、もういかにもその筋の方といいますかね、このいかつい男性が、その車を、待てこらって言って追いかけていくんですよ。これ、ガチの発砲事件だったんです。
まあ、一応ねその日の晩、報道されてました小さく。でその内容っていうのが、昼12時過ぎに通報が入ったそうで、まあ、この雑居ビルに入ってるある店舗のドアから2発の銃弾が見つかりましたという報道だったんです。なんですけど僕が聞いたの3発なんですよね。もう一発どこに行ったんだろう。もしかしたらですけどこれ誰かに命中してるんじゃないかな。その事実を隠蔽するための空白の6時間だったんじゃないか。まあ僕がね見たのは朝6時で通報があったのは昼12時ですからね。まあその間に一体何があったのか。ああそれにしましてもね、追いかけてった男性、拳銃持った相手をね丸腰で追いかけるっていうその精神力といいますかこの胆力もすごいもんだなと思いましたね。やっぱりその筋の方というのは気合が入ってますね。それにしてもね、僕初めてこの本物のね銃声といいますか実銃の発砲音ってのを聞いたんですけど、パンパンというような音じゃないんですね。本当にこの大きなガンガンという音なんですね。英語でね、銃のことをガンって言いますけど、あれ本当だなって思いましたね。というちょっと、気な臭いお話をさせていただきました。はい、ロックさんの怖い話2回目じゃない2話目、うん、はい、はい、まあちょっと実際にあった事件というか、うん、なんかちょっとこのちょっと前にゲストで来ていただいた植松壮さんの話の中にもちょっとなんか似てるところあるなっていう部分があって、ね、うん、まあ多分日付は違うんで、うん、同じ事件ではないとは思うんですけど、うん、同じ事件だったらねこれ繋がったなすごって、あすごってなるね、うんうん、やっぱその銃声が聞こえるっていうのがね、うん、また聞いたことあります、その生で銃声。僕はありますね、はい、あの猟銃の銃声は、あ、はい、そうなんだ。僕も猟銃と、ま、あのハンドガンの音はハンドガン、グアムに体験させてくれるじゃないですか。あ、そういう場所があるね。ああいう時には聞いたことあるんですけど、うんうん、その生でなんかその街中で、街中でとかは聞いたことないんで、うん、街中ではないですね。うん、実際銃声ってめちゃくちゃ怖いですよね。でかいよね音がね、うん、ああそうなんだ。そうで僕結構一人で山奥に入ってって、うん、そのカブトムシ取ったりとかする、はい、とかの時に聞いたりするんで、めっちゃ怖いんですよね。撃たれるんじゃないかっていう恐怖心あります、あります、ね、でもまあすげえ響き渡ってるんでそれでも結構遠くで鳴ってるはずなんですよ。あーなるほどね。それでもあんだけでかいってことは、うん、街中でそのバンバンバンってなったら、うんうんうん、まあ、すぐ近くなわけじゃないですか、うん、そのこのロックさんのお話だと、うん、あめちゃくちゃすごい音鳴ってんだろうなっていう、うん、なんかあれだよね、そういった試し撃ちできるみたいなとこってさ、なんかいやいやマフみたい な,、はいはい、なんか耳当てみたいなのします、ね、します。ヘッドホンじゃないけど耳を保護する何かみたいなしてるもんね、うんうん、クレー射撃とかもしてますもんね。あ、うん、やっぱ相当近くで聞いたら相当でかいんだね。うん、あと俺はそのお父さんが寮をやってたんで、はい、まあ、そのクレー射撃も行く時があってついてたことあるんですけど、音もそうですし、うん、体に来る衝撃がやっぱりそのすごいなっていう。で、まあ、その来るのを受け流す角度があるらしいんですけど、その構え方みたいな、はい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 、それでも結構来てるっすからね。たまにツイッターとかの TL で見ますよ、うん、海外の人の、うん、作った動画みたいなので、映画通りに行かない人たちみたいな、その鉄砲を映画の真似してかっこつけてバーンって撃ったのがガーンって衝撃跳ね返ってきて吹っ飛ばされたりとかっていうのをまとめた動画みたいなのがたまに回ってくるんですけど、ハンドガンあんな片手じゃ撃てんもんね。あ、そうなんだ、うん、ちゃんとこうな手を添えるっていうか、うんうんうん、
じゃないと結構厳しいです。肩外れたりするんですよね、うん、マグナムだと肩外れます、あ、そう、うん、あれをなんかちゃんとやりだしたのが24かなって言いますよね。ああ、そうなん、あ、そうなんだ。じゃあ、あのマトリックスみたいな嘘ってことはね両手でバン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 、あんなマシンガン多分打ってた手が上がってっちゃうと思うんですよ。ダダダダって打ちながら。じゃあ、あのムーンチャイルドのガクトも嘘ってことですね。ちょいちょいさムーンチャイルドの話出すからさムーンチャイルドじゃなくてもいいじゃんっていう。それあのハイドと一緒にやった映画、はい、見てねえな。ただかっこいいだけのやつ。ガクトとハイドがかっこいいだけのやつ。吸血鬼のやつね、うんうん、すいません。まあその6時間の間にどんな処理がされたのか、うん、されたのか、うん、ちなみにちょっと量、また猟銃の話になるんですけど、あ、はいはい、テレビとかであのクマとかが出たっつって、うん、地元の猟友会がって言った時に、うんうん、すごい派手なオレンジの服とか着とるの、はいはい、あの反射するやつみたいなの着てたりしますよね。とか黄色いベスト着て、うん、オレンジの服で黄色、あのオレンジの帽子とか、あれなんでかっていうと、うん、撃たれないためになんですよね。目立つように、ね、目立つように、うん、ここに動物はあの白黒だったりとかするじゃないですか。ああ、その見える見える目が、ね、色彩、うん、色素が、うんうんうん、なんで動物には関係ないんで、 あれは人間に分かるように、だからケスケとかキャンプで例えば迷彩服とかで行ったりとかすると、うん、もしかしたら本当に危ないかもしれない。あ、まあでもその領空の中に入らないければ、うんうん、知らずに入っちゃったりとかいう、ね、キャンプなんてその今なんてそのソロキャンプとかが流行ってて、うん、野営地でやってたりする人いるじゃないですか、ね、で何も知らずに、まあ、法律違反になってたりするかもしれないですけど、うん、そういうところに入ってってやってる人たちもいると思うんですよ、うんうん、そういう怖い話とか出てきそうですよね。それその話って思ったのが、なんか森の中に入っちゃいけない場所があるみたいな、うん、例えばさカンカンダラって有名な話もさ、はい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 、なんか森の中に、うん、入っちゃいけない場所があってそこに行ったら何かあったみたいな話だけど、うんうん、そういうさ禁足地とされてる森みたいなとこっていうのが、うん、まあ、実はそういう猟ができる場所で、うんうん、なんか素人が入らないようにそういう話を広めてるとかさ、うん、ありそう、なんかそういうのもあるのかなって今話聞いてて思った、うんうん、ちょっとじゃあなんかお父さん聞いてみよう、うんうん、その禁足地的な、なんか山道とか走ってるとたまにゲートとかあったりするじゃないですか。あ、あるね。ああいうのめちゃくちゃワクワクしますし、するするする、うん、この先どうなってんだろうとかなりますもんね、うん、なるなるな、そういうこと思いました、うんうんうん、まあ、この話で言うと3発撃った音が聞こえたのに、うん、ニュースでは2発、うん、発表だと2発撃ったみたいな、だから1発分が民間人に当たってたんじゃないかみたいな、うん、で何かを隠蔽した、うんうんうん、もうこれもさっきの話とちょっと似てくるんですけど、うん、はい、その当事者っていうかロックさんたち以外にもそれを聞いてた人が必ずいるじゃないですか、うん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 、なんでもっと広まらないかなって、 なるほどね、うん、あーとか隠蔽しきれないと思うんですよね、だからなんかその3発撃ったのに2発って発表されたっていうところじゃない何かがその6時間で起きてる気がするんですよ、うん、全く別のことというか、なるほどね、うん、それほどそんだけ意識しとるのかなって思った俺は、その3発撃ったなっていうことを、うん、そのまあ6時間後で発表するとして、うんうん、2発撃ちました、ああ発砲事件あったよって、俺その音聞いたわぐらいで終わりそうな気がする。ああ確かにね、その3発と2発の違いみたいな着眼点にしとるのが俺はこの話はすごいなと思って、うん、なるほど、そこまで意識できるかな自分の時に。俺例えばこれともくんとか木村さんとかと3人で歩いてる時に銃声聞こえた、うん、で一人の男が車を追いかけとった、うん、みたいなのを見た時に、あれ今の鉄砲じゃない、うんうん、3発聞こえたよねとか、うん、までは話すと思うんですよね。あ、うん、なるほど。その人がいれば、うん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 、3回だったらダンダンダンって3発ってあの人動いとるのみたいなのとかは話すと思うんですよ、なんかこの場だったら、はい、うん、だからそれがあっての後に2発弾があれ3発だったのになはありえるかなってちょっと思ったんですけどね。うーん、あと話題っていうか、うん、
昨日やっぱ発砲事件だったねぐらいなのとか、うん、で終わりそうな気も死んでもないっていうか、うん、まあでもそ普通の人だったら気にならないかもしれないですけど、まあ、ロックさん怪談師でオカルトにもこういろいろ興味がある人だったら、うんうんうん、そこまで覚えてたりするんじゃないか、興味あるじゃないですか、うんうんうん、そうだから、うん、なんていうのかな、その拡散されることが別になくっていうか、ニュースでそのままやってんだから、うん、それが別にそれで終わるっていうか、他の人が、そう、3発だったっていう風に、そこになんかこだわりを見せる人はいないみたいな、そう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 、なのかなって、だから広がらない理由としては、あ、なるほど、そこなのかなっていう、まあ、俺の聞き間違いだったかもとも思うかもしれないしね。だから、まあ、こういう風におかしいのをおかしいって指摘できる人が何人いるかっていうので、うんうん、また変わってくるのかなっていう、だったらその6時間の隠蔽いらないですもんね。いや違うんですよ、その3発が2発だったのはロックさんたちだけで、うん、その場で民間人に当たった人を見てるはずなんですよ。その3発で2発、うん、で1発が民間人に当たって何かを隠蔽してるのであれば、うん、ロックさんたちじゃなくて別の角度の人は、うん、そうなってるところを見てるはずなんですよ。なるほどね、なるほどね、実際はね、うん、そう、うん、そういう人がいないっていう、その6時間で隠蔽したんじゃない、うん、その人たちを消したってことですか。うん、消したっていうか、まあ、観光令なんかをやったとか、絶対言うなよみたいな。なるほど、うん、これいつぐらいの話なんですかね。俺携帯にビデオカメラがある状態だったら、うん、このどうでもいいヤンキーの喧嘩とかですらネットに上がるんですよ。上がってる上がってる上がってる。今だったらもう絶対上がるよね、この、ね、うん、そうなんですよ。そうだね、それをなんかその見た人に対して、うん、その人を探し当てて、うん、言うなよっていうの6時間でまたできるのかな、できるかなっていうね、うん、その場じゃない、もう、あ、その場で、うん、ああなるほど、どういう口止めになるんですかねこれって、お金とかだけじゃ渡すしかもう、でもそのお金もらったっていうことすらもツイートされそうだよね、拡散されそう。でもあれかね、その例えば、うん、警察官が発砲して、うん、で民間人に、犯人に当てるつもりが民間人に当たっちゃっただったら、国民に対してちょっと秘密にしたい気持ちってなんとなくわかるじゃん、うんうんうん、でもそれがなんか組同士のとかだったら、うんうん、別に民間人が誤って撃たれたみたいなニュースになっても、うん、別におかしくないというか、うんうん、隠す必要がないというか、まあ、むしろ今この現状社会だと、うん、まあ悪になるわけじゃないですか、うんうんうん、で排除したいわけじゃないですか、うんうんうん、だったら多分こぞって報道しそうな気もしますね、だよね、うんうん、だからその銃声全く関係なく別の何かが起きてたんじゃないかっていう、そうなってくるとじゃあなんだってなったら想像でしか話せなくなっちゃうんですけど、まあ、そうだね、うん、いやどうなるんだろうな。その人は別に亡くなってないんですよね。あ、そういうことかな、うん、で撃たれて追いかけてるところを見てた、うん、じゃあさ、ロックさんの最後のダジャレについて話す？あれね、はい、あの口調でさ、はい、すごい音がガンガンってして、で、アメリカだと銃のことガンって言いますよね。そんな話でしたとか。ダジャレじゃないんじゃないですか。俺はあれ送られてきた時に、うん、どうしたのかなって思って。あ、ロックさんの自分のチャンネルじゃ出せないってこういうことなのかな。なるほどね。それこっちにぶっこんできたんだ。ぶっこんできたっていう。本当はこれやりたいんだよっていう。あ、ダジャレめちゃくちゃ言いたいんだよけどみたいなね、うん、やっぱその自分のチャンネルだとやっぱイメージがあるから、うん、自分のチャンネルじゃできないと。できない。あ、そうだから俺的にはあれ聞いた時に、うん、あの英語の授業とか思い出して、うん、鶏、日本だとコケコッコだけど、うん、アメリカだったらクックドゥドゥルドゥ、うん、だから聞こえ方が違うんだよみたいなのことにつなげてくる感じ。日本だったらバン、でも海外だとガンって聞こえる、うん、だからガンなんだっていう、このなんか教育じみたものをちょっと感じたなって思いましたね、うんうん、まあ本当に怖かったのはあれ言った後のちょっとした間、まだよね、うん、あ、ま、だよね、そこすごい怖い、ね、
あ、遊んだなって思いました。人のチャンネルで遊んだな。言っといてくださいよ。なんでそんな冒険したのかなあんまりああいう話、ね、怖い話のね、ああいう話をぶっ込んでくるイメージなかったからさ、あれどうしちゃったのかなって、うん、思いましたよ ね、思いましたよ、うん、触れずに行こうと思ってたのにこの辺今度追求しておきます、ね、そうだね、うん、どういうつもりですかって、うん、そう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 はい、まあまあその発砲事件とかね、うんうん、身近にあることなんすね、東京とかだったらありそうだなって思うけどね、この辺では聞いたことないですもんね、まあまあ本当それこそ猟銃の音だったりとかぐらいだね、そう、なんかでもそのさっき考察の中であったキャンプがブームになって、うん、あんまマナーとか知らない人らがずかずか入ってって猟銃の被害に遭うとかってのは、うん、今後出てくるんじゃないかなって思いました。まあまあまあ、そうなんだ。だからまあ別の派生、ちょっと派生してそっち側が怖いなって思った。うん。ケスケ、なんか自分のチャンネルで、ケスケチャンネルでキャンプ動画やってるじゃないですか。はい。うん、はい、そういうとこでもちょっと注意喚起して。あ、そうですね。うん、怖い話として、うんうん。うん。ダメだよ、撃たれてみたとかやって。いや、やらないっすよ。何すか撃たれてみたって領空域入って撃たれてみたうわーもう一発でチャンネルバンだね間違いバンっていうかもう自分も消えるだよね覚悟ができたらすいませんね木村さんすいませんかぶせたな聞こえたかな今のチャンネルの説明するとまた惨めになりますよ、はい、ガンじゃなくてバンなんですね、うん、そうバンって打たれてチャンネルがバンされるっていうはい、はい、いやでも本当気をつけてほしい、そういう力、うん、力、うん、力、うん、散弾銃って、うん、取り撃つ時の弾の方が厄介なんですよ、ちっちゃいんだよね、そう弾がめちゃくちゃ小さいから、うんうん、それがダダダダダダって体に入ってくっていうことを考えると、うん、もう取りきれないっつってましたからね、あ、うん、そうなんだ、うん、うわ三段銃って昔さなんかさ123っていう三段飛びと同じ三段だと思ってたんだけど、うん、散らばるっていうのは、ね、そうですね、そうですね、散らばる弾で三段銃なんだよね、うん、俺も木村さんと全く同じだったっす、ね、あの銃口が2個しかついてないから、うんうん、これ3段じゃないじゃんっつってどういうあれで3段っていうのかなって思ってたら、ね、思ってました思ってました、うん、散らばる弾の3段だったっていうね、はい、まあそんな感じでやっぱ銃の話で終わろうとするとロックさんみたいになっちゃうね変な間があったもんねしかも別に逆も言ってないよね、言ってないよねっつってじゃあ、あのロックさんのチャンネルもね、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします、見てください、こんな素敵な階段、はい、癒し階段、あのチャンネルってさ、はい、トモが編集しとるのマジっすか、そうなんですよ22秒ぐらいに戻ってもらえれば同じ話してるんですねあの僕の奥さんがね主にやってるんですけど、あれ作ったのは僕です、あまあそういうね、ともくんのデザイン力というか、うん、ねところも見れるんでね、ぜひロックさんの階段プラスそういうところもチェックしてほしいですね、うんうん、あでもねちょっとびっくりした、そう思ってましたみたいなコメントが何件かあって、あ、うん、そうなんだ、見た感じともくんのセンスっぽいっていうなのか、俺は結構消してるつもりだったし、うん、その毎回毎回俺色っていうのは他のチャンネルの人のところでは出さないつもりなんですよ自分では、うんうん、でもなんかそういうのが出ちゃってるんだなっていう、出ちゃってたんだね、散弾してましたねいろんなところで、まあそういうね、これからもね、うまくロックさんにはぜひ仲良くしてもらいたいなっていうねいつかこれをちゃんと返せる三段はつけときますね、あお願いします、もう散々だったんで顔、木村さんの顔困った顔しとかぶせれんかったっていうところが、それがね本当にもう情けない情けないとこでしたね
そこにかぶせたかった。乗っかれなかった自分。乗っからんくていいっすよ、これは。悔しいです。いや、一番反省してるじゃないですか、ここ。えぐいな。えぐい、今日もえぐかった。えぐかった。はい、うん、悔しい顔してるもん。ロックさんにはこれからも仲良くしてもらいたいな、はい、そうですね、うん、またうちにもビデオ送りつけてほしいですね。なあ、そうですね、うんうん、それを考察するみたいなのも楽しいんじゃないかなっていう、ね、あ、確かに確かに、うん、ぜひお願いします、はい、お願いします、お願いします。では今日は終わりです。はい、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。